あはは、大霊界でおなじみの丹波哲夫さんの面白い伝説を教えてください。丹波先生はね、もうあれ、たくさん可愛がってくれましたよ。大好きな方です。もう芸能界の大変な大先輩でもありますね。あの方はすごいんですよ。あの、本当にあのおじいちゃんという方があの何だったかな？すごいちょっと有名すぎるですよ。 それをどっにあの作り出したってかな、下方でもってね、うん、ペニシンだったかなんかな、やった人なんですよね。で、有名で、で,ですからね、あの土地すごい大地主なんですよ。あの今、あの新宿のね、東京だとわかると思うんだけど、新宿のあの西武新宿線の駅ありますよね、あのペペ広っとかなんかあって、建物がありますがね、あの土地、あはるか向こうからずっと、あそこまで。 全部、丹波、ね、先生はあのー、新宿駅まで人の土地を踏まないで行ってたってから新宿駅まで。すごい大変な。だからあの自信があるんですよね、うん。やっぱりお金持ちで体も大きいし頭もいい人だしあの人強い人だしねだからあの物をビビってないと堂々たるもんですよ。それはやっぱり背景がすごい。そんなすごいおじいさんがいたもんだから。え。 であの人とはねもう話たくさんあるんだけどプライベートの時間でもそうなんですがね京都の方へ行くからって言うんですよねでまあ自分の仕事も帰ってなんですがで純ちゃん行かないかって言うから「あのじゃあ音がさせてだきます」って言ったんだ楽しいんだけどで当時の朝の新幹線今のようにさ皆さんそんなあ,のあれ持ってないでしょパソコンなんか持たれてないからみんな休んでるんですよ朝カッ新幹線の中で早い人はたまた乗ったらあの声で始まるんだよえー純ちゃんね 人というものは向こうへ行くと丸くなるんだな、これがな。うん、手が出たり足が出たりすることもあるがど、もうもこれも悪い。まあ、白い色というのが普通だが、ピンクもあれば紫もあって。ただこれが、これから生まれる子供たちの面倒を全部見るんだ。ね。おれで、じんちゃんねってやるんですよ、あの大きな声で。寝てる人はと思うわけだ。丹波哲夫さんの声がするからみんな気がついて、うわーって集まっちゃうんです朝ね。あれには参ったな、本当にね。楽しい人ですよ。それで ジュンちゃんあのー、自分の作品出てよ」ってな1回目のあの人の、ね、大励会だったんだからだ時に出る予定だったのがうちの,その当時のマネージャー詐欺のがんちゃんっていうのが台本もう来てるんですよなのに私うとついたんですよすいません出番なくなりましたっ,ったんですよそうじゃない他の仕事でもって私がそれ受けると自分もそれ出たかったんですよなもんだから騙したの俺知らないで丹波先生に「いやジュンちゃんも随分大きなぞ」ってえつったら「そうじゃない」 うちそれでそのガンちゃんが謝りって「すいません頭丸めてきました」嘘嘘それういう頭してんだあやつが」。それで結果的には丹波先生についてってねご一緒になって三月とんでもないでたんですがでその二度目の時は出たんですよ申し訳ないから。でそのちょうど JR の多摩石駅の近くなんですがね行ったら大きな喫茶店をもう貸し切り。で来た人に「もう何を飲んでもいいし食べてもいいから注文してくれ」って言うんですよ。で一般人に入れない関係者だけ。 ああ、出た、おお、じゅんじゅんきてる。ええー、ええ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 、つって、つって、ふって休んでるんですよ。総監督ですから。そしたら、あのー、丹波道場のね、若手の俳優さん、女優さん、みんな来るわけだ。だおん、なんか、う、え、ん、ー、あのお前いいあ、全部ええ、うん、あそうか、あお前お前いいうん、うん、えー、えー、どうの。うん、うん、うん、って聞いた。で、そこへ。監督さんが一人来たわけだ。総監督は丹波出てたんだけど。で、すいません。あのー、先生。実はこれからこレ。うん、ああ、よかった。あとあ、うかった。あのな。 次のシーンだけどな、何かも何かも何子も,も何もあれ、みんな出るぞといや、あの、次のシーン出ません。いや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 、出るんだよって。いや、出ません。あの、それじゃなくて、こっちのあのシーンですから。えっちゃう。何かも何かも何かもあれだろう幽霊だろうって。次出るんだよって。いや、だからそれ、ないんですよ。何言ってんだお前。幽霊はどこへでも出るんだって。そぐおしまいになっちゃったのね。で、今度は私のファンだったの。そこはどういうのかというと、田波先生は亡くなったことに気が付くてないっていうシチュエーションなんだ。シチュエーションはね。 いろいろあって娘さんがあの自分の父親愛のことが心にあるものがつらくてぼう然って言ったらただふーっと歩いて車道へ出ちゃうんですよふっ歩きながらそこへ車がかかって叱りそうになるんで田端先生がこうやって抱えて助ける助けるんだけど娘が助けてくれた田端さんに気がつかないというなぜか田端さんはもうすでにあちらへ行ってるというそういうストーリーでそこへ私が行くわけだ紳士の格好をして「もしもしこう違いますよあなたはもうすでにこちらの世界に来てるんです」 生きてる世界じゃないんだっていう話をするわけだほらほらっていろいろ話をするわけですよ結構長ぜりふがあるんですよでええいって構えたそしたら娘さんがフラーッと声かけたそこへあの車がね Z でしたね日産のフェアリー Z すごいきどキャーッタイヤじらなてキャーッてかけたそしたらさんがその娘さんが後ろからハッて引っ掛けて「どうしたんとこにやろう」って言うんですよそんなセりふないんですよどうしたんとこにやろうってった車がフっッて行っちゃった カカッット、カットって、<laughs> え、ちょっと待って私セリフあるしこれが出なきゃいけないんだうんあ,あそうんってつってついてあのセリフって「おいし今のだよなにそばへあいおいかっ」娘さんふわへえー、って車がカッスカッと「何したんだこの野郎危ないじゃねえか」ってそれ1個ついたのね余分に「うん危ないじゃねえか1個ついたの」 それでしょうがないから分かったからもう1個やって分かったんで「もしもしお別かりですか?」あなた今こちらにいるんでしょってで長いセリフをずーっとやってで「うーんうーんうんうんん」っつっ,って「ありがとう!」で終わったんですよ。書いといたの田本先生のさセリフだとかって言われるけどそのセリフによって私も書いたから自分のセリフを書いてよかったこれあの要するに3次元映像を撮るから、立体的なあの映像を撮るんで大変なんですよ。1日カメラだけでねあの150万円かかるんだってそのカメラで。 でやったら「あれだなぁあと8日とんなきゃこれ間に合わんなぁ」って「いや先生そんすいませんよ」いやあと8日必要だぞこれ」やったらスタッフが飛んできて「稲川さんお願いしますどうにかしてください」って「8日って言いますけどねこれ一日150万するんですよでそれ予定にないんですよねで、どうにか先生に言ってくれませんか」って言われてね先生にねたまたまにで今度スタジオですよ黒脇全部をブルーに塗ったのんの。で 映像を見るとこの間の街が映ってたんですバーンと画面にはでも我々にはそれは分からない何でしょうスタジオの中だからでも画面がある「稲川さんこれにしたよねで先生ここですから」「じゃ先生すいませんがこの押さえる信用」っうん何こうか違う違うのかこう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 か」いや先生あのそれだとあの突き抜けちゃうんですよねだ抱いて下だい抱いて突き抜けるこうかいやせたい。 ちょやちょあの突き抜けちゃうんで娘さんがいるわけでこうですから幽霊はどこでも突き抜けるんだ <laughs> って分かんいなと思ってそれで声入れるっつったら「純 <laughs> ちゃん私は何を言ったかな?」って言ったら「ドテッてしちゃったんですよね」でせりふ教えちゃってでまだこれに来れないでまた別なと思ってじんちゃあ来てくれって言うんですよそれは草津なんですよでこっち終わってさうちの若手の当時マネージャーいたんで車飛ばして行ったんですよね その草津のほら一番のねあの湯旗っていうのは一番のところ通りのメインのあそこにはあの一番大きいあの,あの豪華ホテルですよ上のところ行ったらもうみんなだーどうもどうも」って「今先生今あのちょっとあの撮影してるところなんで時期戻りますからどうぞ稲いさん」って言って「おはよって「えっ?」っつったら「部屋取ってやる」っつってんですよすごいいい部屋を「いやいや俺今日帰るんだからだって顔出し来ただけだから顔出しに」っちょっと部屋取ったんですよ先生が「いや参ったな」と思ってね「出てこたな」たら 純ちゃん、えー、へーああ、来てくれた。あーいや今の営業、にうまくいってるからね、純ちゃん、そうか、そうか。で、純ちゃんね、あ部屋の方は取ってあるかって、いや、あの先生、すいません、帰るでええ、ええ、止まって、止まって、や <laughs> あと、全部やってるからって、いや、先生あの、飲み食いは嬉しいんですけどね、私、今日帰らなきゃいけないんで、明日ありますからって、何を言ってるんだ、大丈夫だ、ゆっくりできないよ、えー、じんちゃん、<laughs> 部屋あるから。はあ、って言ってるうちに、先生、すいません、あの記者の方がお座りになってますから。 あー記者が来てるけど、うん、なんだ、え、ですかあのそこであれからの皆さんが質問されたりなんかしてで今回のその発表もするわけですからお願いします。あ発表するのこの人こ、何か、一緒で女優さん、あ何か、ああよくかい、でジュンちゃんも一緒だからとから、えジュンちゃんもって俺全然台本持っていないじゃん。何も話し知らないんだからさ、だって行っただけだから呼ばれて、えー、って言ったらこう椅子があってこう座るんです。ね先生で私がいてもう女優さんがいて記者はつってピシャピシャってシュンとんでる。 それではすみませんあの玉、ー、田畑先生今回の作品なんですがどういった内容のもんでどういうようなあの映画になるんですか?」。「ああこの作品については純ちゃんが全部知ってると何も知らない人だってそのし俺も知らないゃええと焦ってね適者になったらねあーまあ大体そんなとこですっていちいょっとんだけどねすごいんだあの人。でそれもすごいんだけどある番組でやっぱりもう玉田畑さんとすぐ私呼ばれですね言われてこれはね あの日新宿ですよ行って公園にみんな集まんなさいとそれで「焚き火をしましょう」っていう番組なんですねやろうっていうその番組の中でだカメラがついてきんですよで,でもさちょっと日新宿って割と難しいんですよ要するにあの日本人ばかりじゃないんですよ結構外国の方結構住んでらっしゃるしそれちょっと怖い感じの人もいるんですよねそこ行って「ああ丹波です」ってやるんですかってガラッと開けえー、いつからあそこで公園で?」 き棒をするるから来ようにはいはいはい来るように」って,るようにってよと。で何軒目かなってガラガラって赤ちゃんと何もでガラガラこんにちは言わないでガラガラガラはい、ねえー、こんにちは」って出てきたらあまり言いたくないから明らかにその,その筋のおっかない幹部って感じのごついの人にさうわーうわずいなー!」首関係の人うわーと思ったら「あー丹波ですどこどこだよって集まりがあって炊き棒をするんで」。 来るように言ったら、その幹部が、はいって言ったんだよね。俺、すげえな、先生と思ってさあ。俺、しびれた、本当に。何でしょう同時ないから。で、有名な話はあの人の。これ、最高笑っちゃうんだけど。普通、その、お偉いさんっていうのはその、撮ってる時には、で、誰々さん、誰々さん、誰々さ,さんとお呼びが来るんだけど、一番最後に行くんですよ。見え張って。最初に行かないんですよ。これが大変なの。順番に呼び入っても、すぐには行かないんですよ。 誰誰かが言って誰かががっってた一番最後なんですよ。私が一番ってみんな思ってるから。ですからあまり来る人いないのに先に行って待ってんの。これすごいでしょ出番なんかまだずっと後たにね先行って待ってんの全然。一切してうんって待ってたその有名な話っていうのがね俺もうこれさ本当とった聞いたんだけど先生さん行ったらそれ鶴田浩次さんなんですよ主役が。で丹波先生絡みがあるわけだ。 丹波先生は私はやっぱり国際派ですからねあの外国の映画に出てますしね英語は堪能であの人はあの戦争の時に通訳やってますからねうん力もあるしそれからそういったあの特別な任務でもってあの向こうの情報を解析したりなんかしてるっていう非常に頭のいいそういった仕事をする方でもってその丹波先生があの言ってるわけですよ「自分出番じゃないのに」で見てらるわけかって監督やり口が、ね、監督にいるんですから監督と思ってってこうやって見てる、えっと。で鶴田小道さが「それはだってあのや柔らかい声でね そで「ありがとうおったです」っありがと田畑でさ監督がねみたいな田が「おい鶴太」って言うんですよね「おい鶴太お前今やったらそうやるんだろあそこ私だったらこうやるなあそこはこういう状況だから違うんじゃないのかな鶴太」って。で鶴太あのなって鶴太って呼び出してるんだよね大スターなんですから。 監督が弱っちゃったな、かちるわけですよ、で、また、なんかあると。うん、うん、うん、うん。はい、カット。ああ、鶴田。あれな。今、あそこで、お前、こう言ったんじゃないか。あなたな、言ったね。あれな。今、まあ、から言ったな、私だったら、こうじゃないかな、と思ったら、どうだ、鶴田って言ってるんですよ。すごい偉そうなの、全然。だから、みんな、ドキドキしてるんですよ、だって。天下の鶴田、こうにねお鶴、鶴田、鶴田。あれが違う、これが違う、演技だ、って言ってるんですよ、だんだん。で、鶴田先生、終わったわけだ。 先生、ありがとうございましたありがとうございました!で」でてついたこさんが帰ってったわけ。で、そしたらスッと出ておきて「あっ、丹先生お待たせしました。<laughs> 次から丹波先生です。<laughs> ああ、そう。うん。はい、じゃこっちへお願いします。」って言って、マネージャーに「おい、私の台本!」って振ってやらしたんですよ。そしたらマネージャーとっととっとって言って、茶帽をピーッと切ってね、出したんですよ。っって台本を。たうーん」でって。つけたら「開けてないわけだ、茶帽を切ったんだから。うーんって開けてみて。 おい、私は何の役だって言った瞬間みんなトタッてかぶったんですよでその時あの監督が恐ろする。玉先生あのー、すみませんが台本はうちで一度見てきてください」って言ったら玉先生が「私はね仕事は家庭に持ち込まない」って言ったんですよねあれバカウケでしたよねでそれで私はあの太秦ね撮影所で、まあ、当時そういうの出たりなんかしてましたから呼ばれて行ったんですよ で結構友達もこっちは緊張ですよやっぱりあのうずさの撮影所ってっ独特の雰囲気ありますからねいくら知ってる人間いるっつったってね行ったとマネージャーが飛んできてね「潤ちゃん潤ちゃん」ってあのね今あのうちのね丹波がねあの「稲葉さん見かけた」って言って「いいもんですかすいません」ちょっと来てもらえて「えっいやいや撮影すごいしてるっつうのよ外で,で見かけたよく見かけたなぁと思ってさぁ」で来てくれって行ったら建物建物の間があってそこでもう時代が隠してるみんなでこうカメラもあって。 みんな休んでんだよね。霊媒なんか持って。休憩じゃないんで休憩取っちゃったんだよ先生が。休憩休憩取っちゃったんですよ。途中なんてみんな一一足の位置決まってから止めてるんだもん。うわーっと思って、えぇ、えー、じゅんちゃん、ええ先生ってから、いや,いやあの本番ちょっとで。えいい,いいね。ちょうどここらでみんなも休憩が欲しいところなんだうん。何じゅんちゃん、これかられっ,て、えー、って。ああ、それはよかった。あのね、話するんですよ。あのね、この前とってこっ 監督がじーっとしにらんでるんですよ、僕の監督がじーッと言って、長いつまで言うみたいかまで、他かの人生、こうやって使うから思って、どうなるんだろうって、みんな緊張しなかった、いやー、そうだうな、純ちゃん、あれはね、グーだよ、ね、嬉しく食えるんだけど、俺も、ね、うん、まいったなーと思ってね、何しろまあ、丹波先生は、話したらきりがないほど、楽しい方ですよね、でも、あの方はね、奥さんに優しかった。 奥さん体を割れた時にちゃんと部屋をねあの作り直してね綺麗に改造してで奥さんが一番自分が帰った時見やすいところにするんだって言った時しみじみした時ちょっと切なかったなで近くに公園があるんですよねあので家の前は丹波通りって有名で女子大生でもね高校生のみんな丹波通り丹波通りって言ってるんですがどそこか作った時に公園綺麗な有名な公園があるんですよでその公園行った時ね夕暮れ時だったかな田んって生つが「じいちゃんね若い頃にね じゃ女房連れて結婚前だけどさこう来たんだよ。うん、でなんだかね急にねムラっとしてねで女房バーンって倒してさあーキスしてねで二人して女房の家へ帰ったんだで女房のお姉さんがいてね女房のコートについてるんだよ落ち葉がな私もかぶてニヤーって笑ってねってそれを懐かしそうに話すんですよね。うん ちょうどあの時は奥さん亡くした後だったななんだかとってもかわいそうだったな、うん、で玉先生に行くとすごいあのあれが席離れてるんですよね普通そのなんていうの応接までも今でもさ相場があって椅子があってて距離大体いい決まってるもんじゃない決まってそれがエラい離れてる向こうにそばでさ先生でこっちに座ってこっち持ってさだから言ったんですね先生いやこのお家は大きいのわ分かるけどなんでこんな離れてるんですって ああそれで声が大きくなったんだよって言った時は笑っちゃうね <laughs> 言ってましたよねあこんなぐらいで楽しい,言い方ですよねいつだったか言ってたなあの私も仲良かったんだけど高八郎さんタコちゃんがいて「ああ純ちゃんねあこの間の俺タコちゃんに会ったよ」って「えっといやタコちゃんがね会いに来たんでね、うん、この間少し話をしたよ」って言ってたなどっかが本当かどっから打つか分からないけれどもあの嘘のような本当のようなあのあったかさがね たまらなく大好きです、ね、うんああいう本当の意味でいうその実際に大変な大物なんですよビッグなスターですがそれを越すぐらいになんかあのハートの広い心なるあの包容力のあるなるそばにいるととっても安心してしまう大好きでしたねそれじゃあまたいつかこの場所で「赤い半減」着せましょうか。 えー、変だな変だな変だないるんだうおい,おい